スタートで主張してじりじりと話す展開、安心してご覧になったのではないでしょうか。そうですね、もうあの段階になったらとても安心して見てられる状態でしたけども、三河本ジョッキーもこの馬のことをしっかり掴んでくれて、ここ3戦本当に出遅れることなく、年を重ねるごとに大人になってるなって本当に感じて、本当にパドックからはおとなしくてね、落ち着いてるなと思って、何も心配することない、もうレース前からなんか安心して見てられました。次走のご予定はいかがですか。これから馬の状態を見てオーナーサイドと相談して決めたいと思います。ここ3走を、ね、全部スタート決まってるんで、前まではちょっとスタートが一息なところがあったんですけども、今日もうまく、ね、スタート切ることができたんで、馬のリズムを大事にしながら乗ることができました。爆発的なこのパワーとスピードを兼ね備えているっていうのはね、なかなか乗り手にはね、まだ難しい課題がいっぱい試されることが多いんでね、いつも勉強させられますけども、朝から緊張してましたけど、ほっとします。